はい、どうも。今回はメガネの曇り止めクロスの開封動画になります。というわけで早速開けていきましょう。デザインカッター結構ね、開きやすいですよ。切り味よくてね。最近ね、鼻マスクとか問題になってるじゃないですか。なので、まあ、それも兼ねてってわけでもないけど使ってみたらどんな感じなのかなっていうレビューできたらいいなと思うんですけどね。早速開けていきましょう。箱が可愛いですよ。本当にメガネ拭きみたいな感じですね。マスクしてるとね、本当にメガネユーザーからすると目曇ってしまって、それが原因で鼻マスクされてる方もいるんじゃないかなと思うんだけど、まあ本当にメガネクロスだ。なんか薬品の匂いがする。そりゃそうか。でこれをメガネにね、当てていくわけですよね。それではまず曇り止めのクロスを使わない状態で息を吹きかけていきたいと思います。右側がすごく曇っているのが伝わりますかね。この曇り具合がこのクロスを使うとどう変化するのかっていうところを見ていきたいと思います。使用方法はこうやってこするだけですよね。レビューを見てるとね、何回か使用してみてだんだんクリアになってきたっていうレビューがあったので、1回じゃそんなに変わらないのかなとかちょっと疑問点はあるんですけどね。まずは試してみたいと思います、はあ、曇らないよ、はあ、あ、すごい伝わるかな、はあ、すぐ腫れる。10回から20回ぐらいグリ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 こすっただけなんですけど、あ、すごいね、これ便利だ。2個買ってよかった。もうちょっと付け足して買おうかな。これだいたい600回ぐらい使えるらしいんですけど、こうやってグリグリこすってたら600回ってどれぐらいだろうな。というわけで、メガネの曇りよけ曇り防止クロスですねのご紹介になります。もしね、普段の生活の中で花粉症や喘息によってねマスクを常駐されてる方であったり、コロナ禍によってねマスク義務化に伴ってマスクをするようになった方の中で、まあ、メガネが曇ってしまって前が見えなくて困ってるとかね、運転中とか勉強中とか試験中とかね、まあ、そういう時にね、視界が悪かったら集中力もなくなってしまうので、まあ、そういうのにね役立ってくれるといいなと思います。ではでは、興味を持った方はね、まあ、通販などで検索してみてくださいってことで、以上